どうもこんにちは、いっちゃんです。ようやく流石が50個溜まったので、また10連引いていきたいと思います。では行きましょう。めっちゃこっち引きたいんですけど、やっぱりこれが欲しいので10連いきます。お願いします。おお、クリリン、なんか熱いって聞きますよね。お、虹放ってだ。これ来たんじゃないかな。お、お、いけ、あー、ゴッドじゃない。かわいい。トランクス。トランクス。キエイ！結構 GT 多いっすね。シェンのトランクス。虹花って出たはずなのに、なんか出ないんですけど。なんでですかね。R ばっかりなんだけど。え、これで終わりですか？ちょっと嘘でしょ？虹放てだよ。この子持ってるんですけど。ほら。いたわ。凸はしてないっぽいっすけど。マジか。また50個貯め直しですね、もう。ほんと嫌なんですけど、闇ですね。まあまあまあ、それはさておき、もうちょっとガチャ爆死したんで、今日は、こちらの方にある、ちょっと LR 傍若。なんかめっちゃ、LR 確定の時もこればっか出て、こっちに、一凸と、ちょっと、一緒に組み合わせしたいので、こっちしちゃいました。で、これ作ったんで、今回これを組み込んだ復活戦士カテゴリーでちょっと遊ぼうかなーって思います。チームも作ってあるんで、チームがこんな感じです。ゴルフリーが、こちら天使が、無凸。無凸、こちらのゴールデンフリーザも無凸。虹の、こちらが一凸。無凸の三凸になってます。こんな感じです。でもなんか適当に遊びますか。ちょっと、うさばらししたいんでね。どこにしましょうかね。前回悟空行ったんで、ベジータまだやってないんですよ。ベジータ行きますか。正直勝てるかどうかちょっと不安なんですけど。まあやってみましょうかね。復活戦士。お、こちらの虹のフレンドさんお借りしましょうかね。じゃあこれで行きます。いやー、ほんとクリリン出て虹放てで、あれはちょっとひどいですよね。マジでめっちゃショックなんですけど。
これで終わりだとか言ってましたからね。何も終わってないよみたいな、むしろ始まってないよみたいな。まあまあ、とりあえずサバラシしたいんで、もうよし、もう初っ端ダメージ食らってる。さあ行きましょうということで、LR 傍若とフルパワー傍若を一緒につなげたいので、傍若一番後ろにします。これでいきますかね。ゴールデンフリーザは一応速属性じゃなくて技属性の方も持ってはいるんですけど、全然育成してないので今回は速属性を使ってます。最高、虹最高。やっぱかっこいいっすねー。いまいち順番のあれを分かってないので、どうしましょう。次前にしたらどこに来るのかな。まあ、いっか。復活、全部復活しか発動してないですね。受けるならこっちの方がいいですかね。おっと、必殺だ。うわ、結構食らう。やばい。77万ですね。微妙。67万。お、会心。40万。半分切っちゃってるんですよね。受けきれない気がする。一番前にして、一番後ろにして。しゃあない。本当は使う予定じゃなかったんですけど、もう先ず使っちゃいます。ここは、キーラマーは残していきますかね。こっちだけ取ります。さすがに硬いですね。203万ですかね。会心出たらもう強いんじゃね？おーい、会心。お、追撃、ナイスです。傍若揃いましたね。どうしましょう。これは一番攻撃が来る場所に LR で大丈夫ですね。本当はちょっと超必殺打ちたいんですが、まあいいか、これ使いますね。どうにかして超必殺打たせたかったので、これで OK ですね。硬い。302万。おー、いいですね。一突したんで会心出ればいいんですけど。どうだ。おー、出なくてもすごい火力。おお、回避した。
91万。やっぱ、組み合わせると強い。57万。そう、ここを組み合わせたかったんですよ、これ。良くないですか？この組み合わせめっちゃいいなーってずっと思ってるんですよね。196万。54万。あんま変わんないっすね。いいですね。これでラストですかね。よし。もう一回、超必殺。あと、ちょっと足んなかった。これいいんじゃないですか。323万。さあどうだ。会心。出なーい。91万。115万。ベジータの防御がめっちゃ下がってるからもう決まりそうですよね、これ。さあお願いします。196万。めっちゃ出るな。終わっちゃったー！やばい！めっちゃすごい！はい。ということで、またガチャ出なかったですね。まあでも、うさばらしできたからいいかなーって感じですね。次もまた50個溜まったら動画撮っていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では、またねー。